ついにこの日がやってきました。隔離からの解放の時です。ありがとうございます。地上、いやー、やっとね、この地上に舞い戻ってきたというか、アパホテルでの隔離を終えて、そこから自宅隔離、すごい長かったです、本当に。果てしない時を自宅で過ごしました。その期間中ね、YouTube 上がってなかったりとか、まあ僕 YouTube というか SNS にほとんど浮上してない期間あったと思うんですよ。あれが隔離を頑張ったという証です。まあその期間ね、皆さんからはやっぱね、更新してほしいとかいろいろあったんですけど、そういう事情があってできなかったということを改めてお伝えさせてもらえたらなと思います。で、やっぱね、この隔離から解放された時に、まあ僕正直美容クリニックとかもいろいろ行ってなかったんで、隔離中にいろいろ引きこもりながらゲームしたりとか、打ち合わせとか、まあ仕事のやつも若干しながら美容のことも調べてて、まず真っ先にも行きたかったところ、アートメイク、眉毛行ってきました。この撮影の前に行ってきて、眉毛これ何も描いてないんですよ。描いてなくてこの状態っていう。それすごいやん、めっちゃいいっすね。でさすがにやっぱもう解放された時に絶対行きたかったところ、焼肉。俺と佐々木の前さんは共通の意識でしょ。いや、アートメイクホントそれ、僕結構 LINE しましたよね、前さんとかね。マジであったかいもん食べてないんですよ。いや本当そう、アパホテルの時も冷えた弁当が届いて、これはもう3人、まあ動画なってると思うんですよね。耐えてその後家帰ってももうウーバーイーツ生活ですよ。まあ、あったかいもんあるんやけど、なんかやっぱウーバーイーツのあったかさって違うやん。やっぱ本当の意味であったかさなくて、だから念願の外食ですよ。嬉しいわ。でやっぱもう来るとなったらやっぱ焼肉かなと、うん、焼肉で一発ね解放されようかなっていう。いや解放、なんか本当カイジがなんか力落としてて1日外出券ゲットしたみたい な, なんかそんな感じですマジそんな感じ、マジで恐ろしいよな。ようやくかと、外に出れる自由に、この解放感すごいんだなっていうのを、やっぱ本当にね、隔離を味わって思いましたね。家に引きこもるのって楽しいって楽しいんですけど、自由な時間もいっぱいあるんで、いっぱいゲームできるし、ネットリックスも見れるし、でもやっぱね、自由の中でそれをやるからいいわけであって、外出れないっていう制限からなんかそれやっても楽しくないんですよね。いつでも外出れるって状態で引きこもるから価値があるっていう、仕方なく引きこもるの微妙っていうのは思いました。で名人のロケマスともめちゃくちゃ会うの久しぶりで、本当そうっすね。グループラインとかでやり取りはしてたんですけど、前さんの顔見るのもなんやかんや言っても久しぶりやし。いや確かに、まあ、でもぶっちゃけ会いたくなかったっすけどね。佐々木さんと石川さんに会いたでもさ、ロケマス同じ気持ちだった。俺らでもアパホテルの隔離終えた後に最後にバスの中で一緒になるわけだけど、はい、ある時はなんか一体感すごかった。やばかったやばかった。人間生活終えたみたいな、一つの場所から帰還したみたいな、全員ケーキ終えたみたいな感じやってました。マジ本当にさ、あれちょっと本当引きで撮ってほしかったっすけど、一人ずつバス乗り込んでいく企画で最初に、うん、荷物持って一人ずつバス乗り込んでいって、後から現れていって、あれすごかったですよね。いやあれやばかった、マジで。ちょっと会った時やばい、笑っちゃいました。そうですね、あ全員が3日間アパホテルで耐えたんだなっていう、それはやっぱあったやっぱりほんまに。マジあった、あの一体感みたいな、大型企画やった後みたいな。そうそうそうそれそういう感じ、あれすごかったよな。いやそこからの解放なんで本当にね、心がもう今充実してます。来ましたー、やったー、大ライス。やっぱね、肉と大ライスしかないでしょ。大ライス、これは食うしかない。いやこの間に見てこれ、やばない、めっちゃうまそう、マジで。うわ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 、もうなだれてる。わわわ、これが俗に言う、これが入るでしょ、これやば、もうバーベキューみたいな。あ、いいね、こうやって炒めていこう。うわー、やばい、わわ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 もう渋滞してるけど、やっぱこれがいいかな。この映画撮りたかったよ俺は。これ見てさ、視聴者なんてどう思うよ、焼肉行こうってなるやろ。俺はその映画撮りたいだけやで。これすごいな、うまそう、これガチやばいっすよ、これ宝の山じゃないですか、これ。音聞いとくだけで幸せやん。じゃあタレダイブいきます。うわー、タレダイブ、タレをクッションにして、こう、うわー、一回ね、ワンマン開けて、はい、いただきます。これよ、これうわ、きたー、いただきます。これうわー、うまっ、ガチうまそう。もう行こう、俺もいただきます。これやばい、待ちに待った、うまっ。あーもう2人ともご飯が止まんないわ。足りないやつ、マサさん、はい、足りないやつ、絶対、はい、みんなもう一気に行くでしょ、ご飯、はい、マジでうまい、うますぎ、これやばい。やばい、こんなもんある、うん、幸せないやな、こんな幸せなもんないで。うまそう、もう2枚食い、マジで、これもうどんどん行ってるわ、やばいやばいやばい、行くでしょこれは。うわ、うまい、これも見えたか、こんな食い方ある。これ韓国までバジルかけてタレで食べてるぐらいまで、これやばい、なんでなんやろ、うまっ、韓国のりだけご飯いってるもんな。韓国のりとタレの組み合わせ異常なレベルでうまいから、これやばいっすよ。ワンちゃん肉よりうまいぐらい、やばい、うまい、タレご飯がやばい、めっちゃうまいっすね、マジやばい、これだけでいいんだよ。タレご飯だけでいいぐらいレベルうまいっすよ。肉いらんのじゃないか、設定できたほんまに。これやっぱ肉よりタレが染み込むじゃないですか、海苔の方が、うん、タレが添加的にうまいかもな、これ。あー、うまんじる、シャキシャキ、こんなシャキシャキの食べ物なかったぞ、確実に。これやばくないね、これやばい、あのデカさ、えぐ、めっちゃうまそう、幸せやな、これは。俺は戦ってきたもんな、いっぱい。メリーナにとったの、隔離して、俺らが、僕ら普通ですけど、平常運転だった、楽しかった、まあ
まあ、いつも通りそこまで俺らも楽しかったかな、逆にいつもと違う、まあ、刺激はあったもん、ね、ドバイはマジで行ってよかったなと思った、世界が広がったというか海外すげえなと思った、天空でご飯食ったしな、77階の俺に行ったから日本じゃなかったな、あんなところ、建物がおしゃれすぎて、おしゃれ、ね、新しいですよね、大体ね、はい、何これ、これじゃん、コロコロソーセージ、柔道部のチンコみたいな感じちょっと太ってるかもね音がってわかるでしょ、ゴンビじゃすぎるし、お腹をちょっと出るんですよね、ちょっと太ってね、ちょっと太ってる子がねそれにしか見えないじゃあ待機組も、待機組だったら普通だよ、名人とだけ海外行ったことないよな、海外行ったことある、海外ないっすよ、あれ何、めっちゃ名人髪の毛でいい感じだったな、佐々木さんにやってもらいます、ダットで今の方がいいと思うけど、名人めっちゃ痩せたな、マジで、もうやってきたら、本当っすか、まあ、顔はちょっとやってるんだけど、いやマジで分かんないの、メジ切れた方がいいけど頑張ってんなメジもマジうまそう、このターンロケマスとはハワイ行ったしな、いやそうっすよ、休止中にやったさん、ね、うん、あれロケマスは行ってるんすよ、やっぱ楽しかった、いやガチおもろかったっすけど、だから俺海外マジで行きたいんですよ、海外行きたい派やもん、そうそう、いや俺旅行めちゃめちゃ行きたい派なんで、メジはどうなの、いや海外は正直しんどいっすねでも国内がいいっす、メジ緊急案件でアマゾン1週間生活しろってやったらどうする、これ無理やろもうちょっと、どうする、アマゾン一緒にしろってなったら、メジどうする、アマゾンってでも危険っすよね、でも天気はアマゾンでインスタ撮ったけど意外に大丈夫みたいな感じに稼働だったの、アマゾン場所によるかもしれないですね、ガチ送っとかやったらちょっと普通にでもアマゾン行けるん、行こうと思って行くでしょ、マジ仕事でしょ仕事人すぎる、マイさん行かないでしょ一人でやろ、今マイさんカメラマンいるんで、マイさん逆にアマゾン行って会社に10億の利益もたらしてたらどうする、いや行くよそれは10億は行く、1億は行きたくないやん、1億でかいやん、1人がちょっときついですよ、誰かついてきてもらわないと、1人はちょっとだってまず怖いやん、言葉通じないし、だから1人飛びだからやったことないから、俺もないな、1人で乗れへん、フリスコ、え1人飛び、フリスコないでしょ、前さん1人飛び、そんな需要がないっていう、そもそも助かった、カブちゃんでもワンちゃん10枚いかない、カブちゃんは行くと一人旅やってる、俺も新幹線乗ったことないもん、一人で切符買ったことないもん、切符買い方分からへん、まあ言って簡単なんで一回やったら喋れたら聞けるやん、確かに無理やん、向いたら無理やん、何バウンドさせたやん、さっきあれバウンド一番うまい、いやもうかけたらいいやん、かけたら違うじゃん、油に含んだタレが必要だよ、ね、洋食のタレダメなんだよ、二枚食いじゃん、頑張ってね、うまっ、うまっ、うまっ、下行くか、すげえ、このサイズ感絶対うまい、いかまさん行ってみてるんですよ、うまっ、いただきます、あっ、うまっ、うまっ、これめっちゃうまいやん、うまっ、若干シャウみたいな、めっちゃジューシー、考えたらシャウすげえない、家であれ、うん、ご飯全部食ったんですか、いや、ご飯終わったじゃん、すごっ、こんな幸せなことないな、恵まれてるだけじゃ幸せって感じれへんわ、俺思うわ、それ毎日焼肉とか食べても美味しくないのと一緒やな、たまに加工するから山あって谷があるからめっちゃいいみたいな、いい思いやったな、たまにの海外はめっちゃありやなと思った、年一な、うん、俺らだけで行くのも面白そうやけどな、うん、いや確かに行きたいですね、ちょっと近いとこやったら全然タイとか近いから、韓国とかめっちゃ近いよ、韓国めっちゃ近いね、足りてきるじゃん、青木市なんですよ、普通にそう、日本語通じるとこがいいですね、5人とかで行くんだったら、まあ一応通訳連れて行ってね、いや不安、まあ、現地人仲良くなれるからな、大丈夫、言ってたってドバイ行っても日本人の人みんな俺らの人だよ、へぇ、ラちゃん知っとった、エレベーター乗る瞬間とかめっちゃ話しかけられたもん、へぇ、日本のスターって言われたもん、YouTube でだからほんま国超えるやろな、しないと絶対食えへんもんな、確率無理やん、絶対ない、100無理やん、これ食います、生もこれうまっ、うわー、1枚、2枚っす、うまっ、とろけるな、この馬刺し、うわ、うまい、この馬刺し、この馬刺しめっちゃうまいわ、幸せをかみしめるな、 YouTube やってなかったらドバイなんか行かへんかったし、確率もされへんかったやろなと思うけど、まあまあまあ絶対ね、 YouTube やっとったから変な思い出できたわ、レアやろ、そんなことなるって、経験としてはまあ、ほんと確立されると思って言ってないから、確立されるってなった時に僕らのえっていう感じでヤバくなるんですから、確かに、いやなんかもう雰囲気がもうすぐ分かったですよ、あれみたいな、終わるなと思ったもんね、うまかった、はい、ではラスト、デザート全種類食べました、やったー、あすごい、これ何やろ、もう分かんない、カフェとなんちゃらじゃない、もう食べますか、じゃあいただきます、あー満腹すぎてちょっと、満腹だな丸飲みしたい、何やですか、マロンバニラっぽく見えてる、マロン、俺バニラ、あーうまっ、めっちゃ食いましたね、マジでえぐかった、めっちゃうまかった、やばいな、腹いっぱいすぎてる、コケ
杏仁豆腐も美味しそうですね。抹茶うまっ。混ぜたらめっちゃうまっ。チョコうまっ。あ、チョコ一番好き。杏仁豆腐めっちゃ美味しい。チョコうまいな。最後アイス締めれるっていうこの喜びを。返したのなかったもんな。ないない。いや、何よりその会話できるっていう幸せね。それすごいあれだと思ってる俺は。普段から俺一人でおらんやん。確かに。明治もあって彼女と同棲しだしたからもう一人でほぼないやろ。ないっすね。仕事行ってる間ぐらいっすね。マジで。お前さんずっとニヤニヤしてるっすよ、さっきから。マジでその話が。なんで？明治同棲始めてどうなの？もう慣れた。慣れましたね。どう？同棲したら。何で笑ってるんですか、にやけとんなと思って。前さんがにやけとたんすよ。前さんはなぜだよ、もっと。え、なぜだよ。1世代もう聞き取れへんかったわ。1世代です。減らしたの？だいぶ減らしたっすね。もっとこれ1週間前どんなのがいったっすよ。前になったことかってなんてもらえこれが消えるわけ、前さん全部言ってたっけ。何世帯もっと。うまっ。幸せっす、マジで。実際って話すのがいいな、やっぱ LINE 通話とかグループでできるかもしれんけど、やっぱ違うっすよ。全然違う。テンポがなんかね、顔見て喋るのと。でも正直 LINE ではそんな喋ることなくなるじゃないですか。会ってたら結構無限に喋るんで。どうでもいいことがパッて言えるから。確かに LINE 電話でさ、マジで今何世帯もっとやばい。LINE 電話が分けてもおかしい質問って何で止まったりとか。いや、美味しかった。うまい。僕はまだ心機一転ね、初心に戻って YouTube 頑張りたいですね。何度初心に戻れるかみたいなのがあると思う。終わりがないから。最近 V6 がね、解散して思ったんです。25年間活動しとって、25年っていう果てしない年月、俺らが時を過ごしたとしたらどうなるんやろと思ったり。25年、YouTube 歴まだ7年とか8年が、あと4倍ぐらいあるわけで。やばっ。言ったら全然まだ始まったばっかなんじゃないか。第一章っすよ。 V6 さんで、しかも俺らって別に V6 のファンではないものの、 V6 さんも好きやし、嫌いな人おらへんと思って、あのグループ、うん、確かに。そもそもで学校行こうと思ったから、思い出に残っとるというか、知っとる曲も何曲もあるしな。そう考えたら25年すごいなと思って、もし自分が25年続けたらどんな景色が見えるんやろなっていうのを思った。あとやっぱ YouTube やっとって、俺も全盛期みたいなのがあったと思うけど、波に乗っとる。今一番日本で来てる YouTuber 大事ですかって光るっていう時期が俺は多分少なからずあったと思うけど、自分にそういう時期っていろんな YouTuber あると思う。この時代はこの YouTuber が撮っとるよな。でも結局10年後生き残っとるやつが一番強いんじゃないか。だから毎年常に上らへんにおる人間がすごいんじゃないかって思うようになってきとって、やっぱりだからほんま防衛戦だよなっていう。ずっと確かに長谷川穂積ならなあかんだなっていう思ってますね、マジで。ブームを乗り越えた後ってこと。そうずっと最前線。あの光ってずっとおるよなみたいな。だからトレンドとかに左右されへんとか、あれずっとなんか気になる存在としておるよなっていうのを目指したいなっていう。5年後俺35歳になった時も若い人がいっぱい出てきそうと思うけど、今も全くおらへんよ。出てくると思う、 TikTok とかいろんなところが、はいはい、でもやっぱ光るっていう存在おるよなみたいな。そうならなあかんだなっていうのを思いましたね。 V6 の僕らまだっていう MV があるんですよ。2ヶ月ぐらいまで出た。今250万再生されてるんですけど、そこで V6 が今相撲取ってるんですよ、砂浜で。 V6 のメンバー同士もう命と48歳ぐらいで。そうなの？長野君と信じられへんけど、うん、やばくない？こんな年だよ。めっちゃ楽しそうに砂浜でスノーモード撮ったの見て、48なんてこんなことして、25年後に俺が25年間 YouTube 続けたらあと18年とか、うん、だから48歳だから、ほんまに一緒。ちょうどだ、ちょうどね。だから V6 がデビューした時と同じタイミングで俺YouTube デビューしたわけ。へぇ、そう考えたらやばくないですか？スタートの年齢ちょっと。俺48歳まで YouTube 続けた時に MV 撮ったらすごいエモいんじゃないですか？確かに。48歳です、もうそう、48歳版の金持ち YouTuber。 えぐいでしょ、えぐい。これその体験みたいですけどね。どんぐらい金持ってるんだって。さんが YouTuber でちゃんと柴田さんその時も気をつけるんですよね。柴田さんの時も60代でしょ。拾いきれないですよね。物申し訳ない。何が60歳で物申し訳ない。すごいけど、若い人に自分たちがそこまでいいんだって。25年続けるってすごいやん。いや、すごい。一つのことをそれだけ続けるってすごいなって思う。若すぎて。まあリアルタイムで言っとったら今すごいやつがすごいんやけど、10年間20年間ずっとすごいやつが一番すごいやん。イチローってそこはやばってやばい。結局だからプロ野球でも一瞬だけめっちゃバンってメジャーで生活してる人っておるやんけど、あんだけずっと長期間成功した人っておらへん。だからみんなレジェンドとして憧れるし、そういうそんななんだかなって思った。 YouTube 時代がまだ若いじゃないですか。だって7年とか8年でまあ光くんも大御所になってるから、こっからどうなるかも YouTube 時代もまだ謎っすもんね。タモさんってやってるかもしれないですよね。M ステみたいな、 M ステみたいな可能性ありますから。いや、M ステよ。本当の大御所になっちゃってるみたいな。 YouTube における分からんけど、でも自分としてはそういうポジションにねずっと居続けようかな。 V6 の岡田くんが、岡田くんにとって他のメンバーはみたいな質問あって、そういう時に大体家族とかそういうの言いがちやん。仲間とか、まあ戦友とか。岡田くん言ったことで幸せでいてほしいって言ってる。めっちゃかっこよくない？
幸せでいてほしい存在がメンバーはみたいな、家族みたいな感じで言い方やけど、いやでもかっこいいやと思って、その言い方はハマったんですか、まあなんかちょっと来たっすね、絶対マイさん今後使うでしょ、絶対絶対マイさん好きやかな、そういうのも違うなっていう、ね、お得意だね、もっと違うの来るかと思ったら結構2と言わせたから、いやでもちょっと言い方がちょっといいなと思って、幸せでいてほしいって全員かっこいいなもんな、でもそう考えたらスマップと V6 とか TOKIO とかもレジェンドが活動しないって考えたら本当にそうすごいっすよ、ね、そういう未来は見えへんかったって、ほんまにジャニーズの人がさ、ああ見えへんかった、ずっとおるまでずっとおるまでと思っとったけど、どうなるんやっていう、すごいな、スマップ解散なんてもね、もう衝撃すぎて起こりえない、ずっとあれはと思ってたら本当にそう、ダウンタウンとかみたいな存在じゃないですか、スマップ、簡単に言ったらダウンタウンだからもう一生おるみたいな、確かに、うん、さんまさんのはね、でもいつか引退するかもしれないわけよ、だって島ゆうじがいきなり芸能界からパンって消えちゃったかのように、何回のタイミングでいきなり、もう引退しますって言ったら、ずっと出てこないわけで、安室奈美恵だってそうだけど、確かに安室奈美恵とか、ほんまに出てないの、そう、スパッティーってほんまに出てこなかった、古市さんマジもそうや、確かに、そう、家庭入って出てこなかった、ほんまに出てこなかったから、そういうのがあるんやろな、これから、YouTuber でももう、そういう人出てくるもん、絶対、出てきてもおかしくない、YouTube でしんどくなって、普通に生活したいっていう、特に女性 YouTuber はありがちだと思う、結婚したらもうやる気なくなる人多いと思う、男は分からんけどな、違う生活したい、しんどい人もおれ、無理してやっとう人とか、そう、もっと違う生活したいって人もおるやろ、まあでも中でも俺らできる限り続けていこうかなっていう、まあ言ってまだ6月なんか23とかやから、めっちゃ若いね、めちゃくちゃ若いね、そう考えたら、いやでもあと17年18年とかだったらもう俺もだって言ってる40歳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 に青髪40歳に青髪やばいっすよ、40歳名人44ピンク俺はそういう点まだいいよな、年取ってもこれなんかいけそうや、まあいけそう、全然いけそう、青とかきつくない、いやガチきついっすね、大山シルバーっすかね、もうシルバーになってくるんで、まあ、シルバーできるから、白髪できるから、キッカー工事みたいになるじゃん、まあかっこいいっすよ、いけるよそれは、かっこいいよ確かに、青はちょっとめくれてそうなんやばいことなら、まあ40歳、そもさん、そもさん40歳からだと髪の毛残ってるからそんな続けるってすごいやっぱ、まあ、残り続けますよ上らへんにねずっと、はい、そんな感じで今回はね隔離生活から明けて久しぶりの合宿に来たんですけど、やっぱ良かったな、うーん、いやすごかったほんまに、まあ、しばらくもう混んでいいとは思っとうけどでもやっぱそのたまに来るからこその喜びみたいなのがあったりとかして、ワクワク感すごかったっすね最初のね、特にやばあなんかロケットスタートすごい最初行き過ぎたなって感じだったらほんまに、うん、でもあんなるやん、あんだけのやっぱ期間置いたら、いやー楽しかったです、まあ皆さんもね海外行ったら隔離が待ってる可能性があるんで、はい、まあでもそこは隔離生活楽しんでほしいですけどね、こんな感じで今回はこれで終わります、ありがとうございました。